今はフランスで仕事を探したいと思ってます。ただですね、これが最終目標ではないです。結局、共通言語ってなるのは英語を… Hi e v e r y o カネ。皆さんこんにちは、アカネです。私は昨年の8月に会社を辞めて、今無職の状態です。仕事してないんだよねっていう風に言うと、<laughs> 怠けてないで働きなよとか、なんで会社辞めたの というふうに言われることが多いんですが、今ですね、改めて私は会社を辞めて、一旦ですね、稼ぐっていうことから離れて本当に良かったなっていうふうに思っています。 まずですね、日本で私はですね、新卒でベンチャー企業で働き始めました。でそこは、えっと、デジタルのマーケティングをやっているベンチャー企業で,で、その後2年で会社を辞めて、外資系の PR エージェンシーに1年間勤めました。そしてその後ですね、お客さんにうちの会社に来ないって言われて、完全リモートワークの。 仮想通貨の会社でで1年半ですね、働いていてました。詳しいキャリアの話が気になる方は別の動画で詳しく話しているので概要欄にあるリンクから是非ご覧ください。 私はですね、この4年5年の中で会社を3回ほど変えております。昨年の8月に無職になるという決断をしました。最後の仕事にですね、不満があったかっていうと、別にそうではなくって、最後の会社はですね、すごいちっちゃい会社だったんですけれども、 もう海外出張もめちゃくちゃゃくくたたさんあったし海外出張でビジネスクラスに乗せてもらえたこともあったりすごい新しい経験をさせてもらったなと思ってますそしてですね何より良かったなって思うのが完全にリモートワークでしたなので一応東京にオフィスはあったんですが基本的に実家から働いたりとかそれこそフランスに住みながら働いたりっていうようないろんな働き方ができるような会社だったので本当に最後 この1年半はですね自分の視野も広がったしあ、こんな働き方できるんだっていう風うに思いましたお給料もかなり良くてですね本当に待遇はすごいうーん今までのお仕事の中でも最も良かったなっていう風うに思っていますただですね私はやっぱり20代のうちに拠点を1回海外に移してみたいっていう思いがあってもう会社を行ったんですね辞めてもう自由の身になろうと思って 脱サもともとフランス留学で1年ぐらい、まあ、語学勉強しながら何か好きなものが見つかればいいなぐらいに思ってたんですけれども、まあ、フランス語だけを勉強するのっていうのがなかなかできなくってですね 3ヶ月ぐらいがマックスかなと思いましたやっぱりその語学だけを目標にしてしまうとなんで勉強してるんだっけとかフランス語そもそも必要なんだっけっていうような疑問がだんだん湧いてきてですねうんーどうしようっていう感じでしたねそれがちょうど昨年の末ですちょうど3ヶ月前でしたでもう学校もなんかあまり行きたくなくなってしまって うー私こんな会社を辞めて何してるんだろうっていうような時期は結構あったんですが、まあ、その時にですねじゃあフランスで例えば仕事をするってなった時にどんな仕事をしたいんだろうっていうふうに思って。 ですねで今まで広告系の仕事をしてたんですけれどもマーケティングのお仕事って例えば日本人向けに広告を作ることはできるんですけれどもやっぱりフランス人の文化とかフランスの広告はどういうものなのかとか言葉もよくわからないままフランスのマーケティングの会社で働くっていうのは。 うーん、どうかなっていうふうに思いました。もちろんね、マーケティングを知っているっていうのは一つのスキルなんですけれども、やっぱりその国のバックグラウンドを知らないままお客さんに物を売るっていう仕事はですね、自分ではあまりやりたくないなと思っていたし、仕事を探すのももちろん大変だと思います。私はマーケティングからキャリアをもう変えようと思って、プログラミングを学ぼうという決断に至りました。 そしてですね、プログラミングを学ぶためにロンドンに2ヶ月ほど滞在していましたで。なんでロンドンに行ったのかっていうところが疑問に思うと思います。で、実際にコメントでもいただきました。で、まあ、プログラミングの学校はフランスにももちろんあるし、フランスで就職したいんだったら、フランスの学校行きゃいいじゃんっていう話なんですけれども、やっぱりですね、あの、フランスに住むことが目的ではなくて、 でまあ、人生を考える上でですねより居心地のいい場所自分が住みたい場所に住むっていうのが私の中でやりたいことなんですね。でフランスに住むっていうのは、まあ、人生の最終的なゴールではなくってその自分が楽しむための要素としてフランスに住むっていうのがやっぱり私は幸せに感じることがすごく多いので今はフランスに住みたいフランスで仕事を探したいと思ってます。 ただですね、これが最終目標ではないです。で、プログラミングって世界中の人が全く同じものを学んでいるので、皆さんですね、どこの国に住んでいても、 やっぱりですねプログラミング勉強している方プログラミングでお仕事されている方どこの国に住んでいても結局共通言語ってなるのは英語なんですねで英語の方がもちろん情報量もすごく多いしフランス語で勉強してしまうと、まあ、フランス国内とあとフランス語を話せる国はもちろんね今4位か5位ぐらいに使われている言語なので他の応用も聞くと思うんですけれども英語に比べると ままだまだ低いですで、す。例えばスペイン人ポルトガル人の方とフランス語で話せるのかっていうとそうではなくって結局ですね、まあ、同じラテン語の語源が一緒のものでも英語で会話するようになるんですね。って考えると英語で学んでいろんな人に出会った方が自分の経験になるんだろうなっていうふうに思って。 でまあ、2ヶ月間ですねもうプログラミングだけに集中するためにロンドンに滞在しました今ですねフランスにもう学校が終わって戻ってきてで一旦日本に帰ってでその日本からフランスに戻ってきた後にこっちで就職活動したいなと思っていたんですがもうコロナウイルスの影響がですねあのかなり大きく出ていて今フランスではもう外出禁止になっているので。 皆さんですね、リモートワークになっていたり、もう会社が機能していなかったりとかっていう状態なので、会社側もですね、誰かを採用するなんていうマインドにはまだまだなってない状態です。なので、うん本当はですね、もう就職活動をして、 プログラマーとしてキャリアを改めて始めるっていうふうに思ってたんですがちょっとそのスケジュールは崩れそうな気がしておりますはいただですね今あのーまあ、100%24 時間自分の時間がある中できちんとですね8時に起きてもうその後はずっとプログラミングの勉強をするもしくは YouTube を撮るっていうそういう生活をしていますなので今後ですねあのコロナが収まったら一旦日本に帰りたいなとは思っていますがうーん ちちょっっととと落ち着くまままままでではまだこのままフランスでじっとしていたいなといいたなうに思いますもちろんですね家族にも友達にも会いたいですが自分がですね空港に行ってウイルスを持って帰ってしまう危険性もあるというふうに考えたら今は動かずにですね家で過ごしてもうミニマムなリスクで過ごすしかないなっていうふうに思っているのでもちろん仕事したいし貯金もずっと食いつぶしているのでお金も稼ぎたいなっていうふうに思ってます。 っていますすがただ今はですねあのなんか中途半端にお金を稼ぐよりもやっぱりあのしっかり勉強して新たなキャリアを作っていくために必要なものを勉強する、まあ、プログラミングフランス語もそうなんですけれどもまずそこを徹底的にやっていって。 で,で実際にですね就職活動を始めてみてもしあの貯金が尽きてしまうのであれば何か働く手段を見つけなければならないですがまず目の前のお金に飛びつくというよりかはじゃあ今後何をしたいんだろうっていう長期的に考えてキャリアを変えていきたいなっていうふうに思っていますでもちろんですね お仕事変えようかなとかキャリア変えようかなっていうふうに悩んでいる方もすごくね多いと思います。はい。ただですね、その一旦無職になる時期があっても怠けているわけではないし24時間全て自分のものにできるっていうふうに考えたらこんな時間ですね多分会社に入ってしまえば まあ、バカンスといえど仕事のことはちょっと考えるし完全にやめるっていうことはなかなかないですね貴重な機会だと思いますなのでその時期を思う存分に楽しんで自分の好きなことを見つけてまたゆっくり休んでから新たな仕事を始めるそんなぐらいの考えでいいんじゃないかなというふうに思いますもちろんネガティブに言ってくる人もいるし 実際にいました私に対してもうんそんなの無理だよっていう人もいたけども応援してくれる人もいたし実際にですね今新たなものを見つけて勉強していったら一緒に頑張りたい人もいたりとかもし会社どうしようかなとかスキルアップのために転職したいなっていう人がいたら別に無職の期間があってもいいと思います。ももちろん日本ででですね働き方も変わっていいくと思うののあまり気をいせずに自分の楽しめる道を 見つけていきましょうはいというわけで私も今後ですねこのチャンネルでじゃあこの無職の状態からプログラミングを勉強してで実際に仕事を見つけれたのかっていうこともあのー、お伝えしていければなというふうに思っていますまずですね今はとにかく勉強して仕事をできるためのスキルセットっていうのを身につけていきたいと思います はいというわけで今後のことそして私の今の無職というですね現状についてお話ししました動画見ていただきありがとうございますよければチャンネル登録そしていいねよろしくお願いします Thank you very much for watching my video see you soon have a good day